はい、というわけでどうもこんにちは、103系です。ということで今回もやっていきましょう。前回の続きをね、まずはね、ちょっと紹介していこうと思います。まずこちら、阪急電鉄の大山崎駅、なぜ新幹線たちが並走するのか、そちらをね、今回はね、それをね、解明していくべ解明するべくブラレルで再現しております。ということで、はい、それの続きでございます。はい、今ね、東海道新幹線の橋脚は式は終わったところで、前回は終わりましたね。ということで今回もやっていきましょう。続いてはね、新幹線の線路が引きます。線路を引いていきます。手前の方は式を引きました。今はこんな感じ。はい、まだまだね、線路は続いておりますので、どんどん敷いていきましょう。はい、というわけでね、今線路が敷き終わりました。次続いてね、架線地をどんどん設置していこうと思います。はい、というわけで架線柱がね、敷き終わりました。というわけで一旦こんな感じでね、出来上がりました。阪急電鉄と東海道新幹線がこっち側とね、同じ感じの線路が出来上がりました。駅もございます。地上ホームで地上の線路がございますね。ということで新幹線の線路が完成したんで、じゃあ約束通り通らせていただきますね。ということで、阪急は遠慮なく。まさかのまさかで、阪急電鉄が新幹線の線路を通り始めます。ちなみに使用した車両は、こんな車両、最新型は走っておりません。まあ、こんな感じで、新幹線の線路を、阪急電鉄が走るということで、まあ、こちらこちらでね、まあ、すごい光景となっております。ではね、続いて、こっち側ですね。阪急の工事、じゃあやっていこうということで、阪急の工事はね、進めていこうと思います。工事が、終了いたしました。イエーイ。というで、工事が終了いたしました。今どんな感じになっているかというと、こんな感じ。はい、これがね、いつも見ている阪急電車の線路となっております。まあ、ちょっと先途切れてるんだけど、ちなみに大山崎駅というか、あれは水月駅だったっけ、忘れたな。水月駅だったと思うんですけど、まあ、そんな駅があったんで、まあ、そこをね、一旦再現しております。はい、ではね、もう線路できたじゃないか。ということで阪急電車元に戻してね。ということで阪急電車は阪急京都線へと戻っていきます。じゃあオリンピックが開催されます。ということで、オリンピック、東京オリンピックが開催されますと同時に、そうです、夢の超特急ゼロ系新幹線が誕生します。ちょっとプラレル足りなかったんで、ここゼロ系ありがとうになってますが、それは気にしないでくださいね。はい、というわけでこんな感じでね、オリンピックが開催され、無事線路が通されました。どうでしょうか。これ今の阪急路線ですよね。見ての通りでございます。はい、最初はこんな線路になる予定でしたが、
無理だ、こんなの視野が悪い、地盤沈下するぞ、なんていう議論がありましたから、阪急電鉄も高架橋になり、こうなっていったというわけでございます。これが阪急京都線と東海道新幹線の並走する理由でございました。まあね、前編と後編見てくれた方にはね、感謝いたします。はい、というわけでどうだったでしょうか。なぜ新幹線と東海道新幹線と阪急京都線が並走しているのか、今回はね、それをね、解明していきました。はい、どうだったでしょうか。まあ、ということで今回はね、こんな感じで終わろうと思います。最後にね、いろんなポイントからね、ちょっと見ていこうと思います。では一応ね、挨拶をしておきます。ではバイバイ。というわけで最後まで見てくれた方ありがとうございました。ということで今回は新幹線と阪急電車がなぜ並走しているかというのを謎を解明していくことを解明していきました。プラレルでね。ということで前編と後編見てくれた方ありがとうございました。ということで今回は終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではね、今回はこんな感じで終わります。ではバイバイ。